そうかな、やっぱり一番こう梅雨を吸ってる、吸いてるやつな。いやあのね、ちゃんと、あー湯気すげえよこれ、ちゃんと口に入れてくれよ、慣れてないや、ちゃんと口に入れろよ。あっ、いや卵は本当にシャレになんないからな。卵は熱いって聞くんだ。熱いよお前、吐き出すな、吐き出すな。ちょっとどうする、いや何がいいんだろうな。こんにゃく、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 危ない危ない、危ないって。お前バカだろ、バカ、バカだな。これをね、今からやっていただくんですけども、1人でやるわけにはいきません。ダチョウさん3人いますんで、あ、そうそう、無理は上島さん役やっていただくから、ということで、寺門ジモンさん役に島田、リーダー役に阿部、そして川栄が上島さん役に挑戦。先ほどの、ダチョウさんのお手本を踏まえて、川栄、熱々おでんお願いします。最初は大根かな、ああいい感じやね。あ、いいんじゃないですか。大根からね。ちょっと優しさ大事だね。優しさ大事。ちょっとふふしてね。ふふしてね。せーの。あ、いいね。ヤスト、いいね。カメラ、カメラ、カメラ。本当に。いいね。いいね。いいね。卵いいよ。卵熱いよ。卵熱いよ。卵は熱いよ。ふふしてから、ふふしてから、ふふして、ふふして、ちゃんと、ちゃんとふふして、ふふしてね、せーの、あ、熱い。なんとアベマリアの顔に飛ぶはずの卵がお茶碗に戻るという奇跡。確かに綺麗やけど、綺麗やけど。次は、次はね、シールがすごい。いいよね、かいよ、熱いよ、熱いよ。ふうしてふうしてふうして、せーの、あ、起き上がって、ちょっとバカじゃないのって、バカじゃないのバカ、あ、バカだな、バカだな、バカだな、せーの、バカだな。ちょっと待って、営業妨害だなこれ。むしろなんかすごい営業妨害になってる。でもやっぱまあ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 、まあまあ、まだまだだけど頑張ったよ。あのお玉のね、当て方とかよかった。もっともっとこう高度な技術をね、一回お玉で冷やして、次行く時このお玉をこっちで温めといて、またやった時に熱いお玉で押さえて、熱い熱いとかね、いろんな技術を。勉強なるわ。でもまあ一応ね、こんなこと言ったってできないよ。なんか華やかなセットなんだ。そうなんですね。あ、すいません。すごい華やかなセットね。結構金かかってましたね。CM です。お前が CM 飛んだよ。